日本静岡県浜松市中区魚町魚町は、静岡県浜松市中区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。浜松駅前の繁華街に位置する。1790年に書かれた浜松五百町由来記によれば、徳川家康が浜松城に在籍していた頃、6人の漁将が浜松城南側の榎木門筋に置いてたなお、 出し魚を販売するとともに、浜松城の御用を務めるようになると、魚屋の美も考えて、家康の家臣、本田主月蔵によって、大手門近くの東海道の裏通りに魚かしを、設置し魚屋だけの町を構えさせたのが、始まりとされる。この時、家康は、この6人に、舞坂港駆と、けつか港との間で、水揚げされる魚類のすべてを売買する特権を与えた。 これによりそれまで魚町と呼ばれていた旗子町裏から集団で魚屋がこの地に移転したためにかつての魚町は元魚町と呼ばれるようになったという現在では浜松市の繁華街として飲食店や洋服店などが連なり当時の面影は史跡などでわずかに残すのみであるかつて浜松城下において魚を商いする店が並んでいたため 魚町と呼ばれるようになった。浜松祭りには明治期から参加した記録が残っている。参加名は魚組。タコ印は前述の元魚町にある松尾神社に由来するしつる。現在の屋台は昭和28年に再建されたもので、町内に狭い通りが多いからか小ぶりではあるが、その形や彫刻の素晴らしさは田町に劣らない。他、 宇治屋城である松尾神社の祭礼、鳥の市大祭りなどが行われる。2018年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。警察の管轄は以下の通りである。魚町ネット、ありがとうございます。